ました。受付終わってた。告知しても意味ないっていう。みんな申し込んだ？申し込んだよって人は申し込んだよって言ってください。っだってポーチの中でさ、メイク道具のさ、口紅がさ、キャップ開いてたんだけど大丈夫かな。今日使これやばい。今日使っていくのはこちら、ルージュアンリミテッドラッカーシャインボルトバーガンディです。ピカチュウのコラボのやつを塗っていきたいと思います。今日はちょっとね、声がガラガラなんですが、これかあのポンポン塗らないと濃すぎるので。はい、色がつきました。二次受付待ち。あ、それはみんな、みんなじゃないか、それは申し込んでないということですね。つまりじゃあ二次の時はぜひ受付してください。受付してください、応募してください。前髪が汚いですね。タバコン、いけ。ぜひ。第一次は、まあ、終わっちゃったんですけど、多分それの当落もねまだだと思うので、当落が発表されたら次第二次が多分あると思うので、一次忘れちゃったよとかいたの方いたら二次でねお願いします。私イベントも決まってないから、手形握手、違う、手形とサインしか、だからそう、そもそものイベントがないと思うので、それぐらいしか。みんな応募してください。申し込みの仕方がわからない。アイリーのツイッターもう1時は終わっちゃったから、2時の時にえ、2時のさ日付とさ時間分かる人いますか？受付の1時受付は終わっちゃったので、2時の時にアイリーのツイッターのにリンクが多分投稿してあると思うので、そのリンク飛んで、多分読んだら全部読んだら多分分かると思うから、そうで多分登録みたいなして申し込むんだと思うんだけど、2時って発表されてるん？されてないの？あれ？されてなかったっけ？ね、アイリーよりねファンの人の方がね詳しいから。え、二次販売ないんですか？あると思ってたんだが。二次は12月26からだって。二次の詳細発表まだだと思います。あれ、現場行かないのに2時気にするって言われますね。どういうことや、はてなはてな、決まってなかったっけ？1時で売り切れてたらない。あ、そうなんだ。だって多分ね売り切れてないから大丈夫です。2時も応募できると思いますので、ぜひ
先に言っとくわ、分からんけど分かんないですけど、多分2時は応募できると思うのでぜひ当たりますように。みんな願っててね、一生懸命書くので。あとあのなんだっけ、そうティーンズユニットのもね始まるので、多分みんなセブンネットの方で買ってくれてると思うの、周りのファンの人って大体だから、あんまサイン会とかの方にあんまそんな応募ないと思うから、2時いける気がすると思う。1時の決済締め切り後の申し込み開始と思います。1時の決済締め切り後の申し込み開始らしいですちょっとありね、仕組みがよくあんまちょっと分かってないんだけど、2時来たら買うけど最近のインフォメーションについていけてない。わら、なるほど、難しいよね。明日の最終ベルが当たってかわからない。どういうこと？ん？お元気ですか？お元気です、イエイエイ、お元気ですよ。見て、じゃん、タピオカになったカメラタピオカにしました、イエーイ、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。あとあとね、見て、エアポッツ、エアポッツ、これさ、ノイズキャンセルだっけ、なんだっけ、あの他の外の音が聞こえなくなるんですよ。あれイヤホン命だから。そう、サンタさん、サンタさん、サンタさんです。携帯はなくしたんですけど、なんかそう、もともと iPhone6 使ってて、めっちゃ古いじゃんそうだから新しいのに。あ、そう、ノイズキャンセラー。え、サンタとは、あのね、買ってもらったこれ、じいじに買ってもらいました。6すごくいいよね、めっちゃ使ったんだけど、なんか液晶がめっちゃ出てきちゃって、でなんか何回だろう、もう5、6回画面変えてるんよね、修理出して。でもめっちゃ疲れてたの。え、そう、6はやばいじゃんそうだから新しいのにした。ケースはなんか買ったんですけど返品する明日返品するの。なんか可愛いケースを買ったんですけど、つけてみたら全然なんか使い勝手が悪すぎるので、そう今日買ったんだけど明日返品する。
でもイヤホンはねこれ使ってるの、これビーツのワイヤレスのイヤホン使ってて、ずっとなんだけどこれも買ってもらいました。返品効果 OK？ え、わかんない、ダメなのかな。でも一応レシートは取ってあるよ。返品交換 OK？ あ、また読んだった。画面に保護フィルム貼りますか？貼ってもらいました。貼ってもらったよ。そう、首からねかけるのはなくさないしね。あとねマグネットみたいになってて、待って、つかない、あ、ほら、なんかくっつくのだからなくさないのよ。ねえ、今回はなくさないようにします。高いし、これはやっぱりこれも東京で仕事あった時に新幹線乗るじゃん。それで名古屋帰ってきて新幹線の中に置いてきちゃったりとかして、なんか3回ぐらいこれ買い直してるんですよ、全部なくして。でこれ3個目なんですよね。ちょっとなくさないようにしなきゃいけない。でもエアパッツはちょっとマジでちょっとなくさないようにする、心がけます。あと iPhone を探す機能でなんか見つけられるらしい。え、初週なくそう。あれ忘れ物はやばいの。え、あれね、ちょ聞いてほしくて、なんか女子ってさ何でも持っててさ、なんか女の子ってなんだろう、そのしっかりその男子とか男の子とかよりしっかりしてる生き物だと私は思っててそういうイメージなんです、だったんですけど、やはり中学校の初めての登校日になんか筆箱も忘れたし、なんかいろんなもの忘れてて一人だけで、隣の女の子に全部一式借りるっていう、なんかもうそういうタイプの人間なんですよ。なんか初日からやらかすタイプなんです、私そう、本当よくない。でもね、逆にそのおかげで初日から仲良くなれるってそう、仲良くないの、そのことは。もうね、でも友達いないんですけど。なんかさ、自分のイメージ的に女の子ってさ、なんか逆に教科書を忘れた人に貸してあげたいとかさ、例えばじゃあなんかあった時にティッシュパッて出せたりとかさ、絆創膏出せたりとかさ、そういうさ、なんかちょっとしっかりしているイメージなんだけど、自分マジで問題児みたいな、なんかわかりますか、学校のクラスにいるなんかその騒いで迷惑かける問題児とかじゃなくて、宿題を何回も何回も忘れてくる人みたいな。そう。そうなんですよ。まあよく女の子には助けてもらった。え、でしょ、ほら私助けられてるタイプなの、ダメなんですよ。そう、ダメなの。ねえ見て、怪我した、皮めくれました、めっちゃ痛い
急に。そうだからね、なんかしっかり者になりたくて、まあなれないんですけど、からちょっとなくし物もなくそうって思いました。いや転んだんじゃなくて、なんか引き出しで、これもめっちゃバカなんですけど、あの引き出しを開けて、でそのなんて言ったらいいんだろう、あのその引き出しの中で手を突っ込んでたので、手を突っ込んでるのにもう片方の手で閉めちゃったので、あ、いったってなって、そのままもう一回引き出しを下げればよかったのに、そのまま私引っこ抜いたから、その上のところでギーってなって怪我した。痛いです、すごく。もうね、やばい、頭が悪すぎて。すぐ怪我する、周り膝あざだらけだし。なんかそうそう、あれ足めっちゃ汚いの、あざだらけで、なんかすぐ怪我する。なんかさ、当たってもないのに気づいたらすごいあざだらけやもの。いや、どっかで当たってるのかもしれないんだけど。私あれおでこ塗ったことあるんですよ。え、この話したことあるっけ。なんかおでこなんかなってる、あのおでこね一回塗ったんですけど、その時もなんかあの鬼ごっこしてて、小学校で、で友達と鬼ごっこしてる時に、なんかフェンスみたいなのに登ってたんですよ、謎に。で、そう、網網のフェンスにこうやって、でだから自分の中では両手を掴んでそのフェンスを渡ってたんですよ。こ、なんでなんでフェンスに張り付いて、ちょっと狭いさ足が乗せれるところがあって、でなんかそのフェンスに張り付いてこうやって横移動してたの。そしたら自分の頭の中では両手を掴んでるつもりだったんだけど、本当は片手しか掴んでなくて、で鬼が来たってなって逃げなきゃと思って、そのフェンス結構高さあったんだけど、ジャンプして降りようって思ったので、自分の中では片手掴んでるから大丈夫だと思ってたんだけど、あ、じゃあ両手掴んでるから大丈夫だなって思ってたんだけど、本当は片手しか掴んでないから、そのままねパッて降りた時に片手しか本当は掴んでないのに、バンって降りたから落ちちゃって、言ってる意味分かるかな。そう、本当は自分の頭の中では両手掴んでるのだけど、本当は片手なの。でも自分の中ではもう一個の手があるから、もう一個の手も離していいと思って離したら、まあ当然のごとく落ちてって、で下になんか粉々の、粉々って結構こうちっちゃくなったバラバラのレンガが山積みになってて、でその上に頭から落ちていきまして、おでこ縫ったんですよ。そうだから、そういうねことをね、すぐしてしまうんです、私。そう、落ちちゃうんです、よく分からんけど落ちた。そう、落ちたの。あと何の話、あ、あれもあるよ。なんか怪我の話じゃないんですけど、そのなんか最終ベルの、そう、今やってる公演のなんかそのゲネプロっていう、そのなんだろう、本番の前にメンバーとかスタッフさんに向けてやる、一回公演をやるんですけど、本番みたいな感じで、その時になんかその監督さんみたいな、公演監督っていうの、なんだろう、なんかそのちょっと怖い人が、怖いと、なんかちょっとっていうか、なんかそういう監督さんがいるんだけど、舞台監督みたいな方がいるんですけど、私その初恋泥棒を最初ユニットでずっとやってて、でその時に膝が汚すぎるって言われてあのそう、膝が汚すぎるから隠せって言われて、めっちゃ
そのファンデーションとかでめっちゃ隠してた膝みんな3人とも言われた、なんか膝が汚すぎるみたいな。なんかあれって結構その子供みたいな、なんかこう子供というかちょっとキャピキャピな感じで、そうなんかやらないといけないんだけど、あまりにもなんか怪我しすぎてて、なんか子供すぎるみたいな、なんかなんだっけ、あんま覚えてないんだけど、そうだから膝が汚いから膝を隠せって言われて、あの本番の時もその自分のユニット曲が始まる前にもうめっちゃこうパパパパってファンデーションで隠して、コンシーラーとかファンデーションで隠してでしばらく。最近はねちょっとあんまやってないんですけど、そう3人言われたよ、3人そう初恋ロボって3人いるんだけど3人とも言われた。でも多分あの多分みんなあざだらけだったと思うんだけど、アリが一番あざだらけだから多分アリのせいで言われてる、これは申し訳ない。傷っていうかあざ、なんか怪我するんですよすぐ。私なんか別にぶつけてるつもりなくてもねあざになってるからうん29日の年末、あ、そう、ちょっとそれも言わなきゃいけない、あのね29にそう年末のなんか K2 とかでなんか何組かに分かれてやる公演がね、みんな多分してると思うんだけど発表されたんですよ。でそれ周りもまだ何やるかちょっと詳しくは決まってないんですけど、マジでぜひ見てください。多分ね楽しいと思うので見に来てほしいなって思います。でその DMM でも多分見れると思うし、来れるのかなあれ多分、だからその時もぜひ来ていただきたいなと思って、そう楽しい、なんか特別なさやつさやらないじゃん。でそれこそなんか12周年ぶりじゃん、だからぜひ見てほしいなと思います。そうゆずきさんとね一緒だったの嬉しい、だからそうエゴさんとかも一緒だった、そう倍率はちょっとすごいことになると思うんだけど、しかもアーリが出るやつは一番朝だったから3部ぐらいあって、そう1部みたいな1公演目だからめっちゃ早いんですけど、みんな起きてぜひ見てほしいなと思います。オーバーまだ案内ないらしいですそうだから最悪もう来れなくても映像で見ていただければ嬉しいです。見てね見てください。そうなんかさ楽しそうなのよすごく。詳細はちょっとなんかチラッと聞いた話だったら楽しそうだったので、なんかぜひ起きれるのでありね、明日の方が心配だな。明日は2回公演なんですよ、だから集合がちょっと早いんですよね。てか待って、あれ踊れるかが心配ですね。一番ちょっと忘れちゃいました。ちょっとこれ配信終わったら練習します。楽しみね、楽しみ。なんかさまつげ美容液をさ昨日買って今日つけたんだけど短くなった気がするなんか短くなった気がするんだけど大丈夫そう?2回公演久しぶりでは
久しぶり、めっちゃ久しぶり。でもね、体持たないと思う多分。やばいよ。短くいや、わかんない、なんか短くなった気がする。溶けたんかな。逆になんか溶けたかもしれん。つけすぎ、目が大きいから。え、大きくないよ、知ってる。音楽番組ってタイトルだよね。何歌うか楽しみ。そう、ぜひ見てね、みんな。練習して早めに寝るしか。それなんだわ。明日は6時起きですね。明日は6時に起きます。明日は6時です。え、早く帰れるかな。明日スマホのカバーを返品しに行きたいんだか。芸術的な化粧は誰ですか。え、わかんない、なんだろう。こうして見るとまだまだもこれもない。え、どうどこが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 、教えて教えて。子供ですか、まだ。今日はおニューです。おニューの服を買いまして、買いまして、ネットの方でね注文して昨日届いたので今日来たんですけど、今日は青色です。子供が、え、嘘やって。でも髪の毛短いからだと思われる、これは髪の毛長かったら大人に見えるもん可愛らしいって意味でしょう。もう嬉しい、ありがとう。ほっぺが赤いのが、え、チークだよ、チーク。めっちゃチークつけてるよ。チークですね、これは。幼い顔、え、言われないよ、あり童顔って。童顔、童顔なんかな、かも。私は大人です大人です。あなたの目は青い空に輝く星のように美しいです。すごいロマンチック、ロマンチストですね。18歳です。そう、18歳。18だって。どうする、みんな。最初に泣いたかと思ったメイクが、え、どういうこと、泣いてる私今。どういうこと、泣いてないよね。キラキラだから。こっちゃん大人顔、確かに。大丈夫、うちの奥さんは30の時に小学生に見ます。それやばいね。でも小学校の時は、小学6年生の時に幼稚園だと思われてた。なんか近くの工事現場のおじちゃんになんか言われた気がする。小6じゃなかったかも、あれは小4か小5だ。全然違った、ごめんなさい。でも18には見えんな、16くらいかな、高く見てもらって。16歳は、いや、でもね、でもちゃんと16歳の時のエリを見たらそっちの方が子供だなって思うと思う。18歳いいな、戻りたい。みんなは何歳に戻りたいですか。マジかよマジだよ、バブミ。じゃあバブミを持って
でもなんかさ、大人になりたくないなって最近思ってきた。ね、聞いてほしい。はい、聞いてください。どうぞ。ね、また鳴ってる。なんか外ですごいすごい鳴るんだが、音楽がトラックみたいな。ね、何言おうとしたっけ。あれ、何の話してた。待って。ちょっと待って、ごめんなさい。なんだっけ。あ、そう、大人になりたくない。そう、あのね、ほんの少し前まで、あの、大人になりたい、大人になりたいとかなんか言ってたんだけど、今大人になりたくないなって思ったんですよ。で、それは何でかっていうと、別に特に理由はなくて、あの、なんか大人になりたいと思ってたんですけど、なんか人生あっという間だなと思って、すごくなんか40、50、60ってこうやってなんか数えてた時に、なんかあっという間やんと思って、そう、だからなんか大人になりたくないなって思い始めたし、別に大人になった時のメリットないです、ないなって思ったの。そう、今日写真撮ってない、メイクしたのに。写真撮ってないです、今日。載せる写真ない、どうしよう。どうしましょう。今日は下地を変えました。めっちゃ興味ないよね、みんな。今日は下地を変えた日。まあ契約とかそういうところくらいかな。仮契約のシンデレラ。あ、今日そうじゃん。待って、写真新しくなったから、あ、携帯新しくなったから写真綺麗になったかもしれん。撮ってみるわ。ちょっと近かった画面。今写真撮った。ちょっと待って、もちろん、悩み、どういう状況って感じですよね。え、なんか画質そんないいか、これいいのかな、わかんないよ。これさ、アプリだとさ、別にそんな変わらない？普通のノーマルカメラだったら綺麗なのかな？なんかブサイクなんだけど、ノーマルカメラの自分。撮りたくないわ。撮りたくない。画質設定って何？画質設定って何？出てやんの。設定？設定。出てやるの。
画質カメラ。ピエン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 。性能チェック、何それ、ちょっと待って、みんなの方が詳しいよね絶対。あれね、話何もね聞いてないのよ、聞いてきてないの今日だから、ちょっと分からないホーム画面、画面表示と明るさ、なぬなぬとか、ちょっと分かんないわ、分からないです。分からない、分からん、ちょっと分かりませんね。なんか、なんか違う、なんか違う、なんでこれアプリの初期化ってできないのかな、アプリの初期化、最初に戻す、初期設定に戻したい、一回消すしかないですかねこれは。なんかいっぱいいろんなアプリ入ってきた、めっちゃくしゃみ出そう、ただいま、外カメは綺麗なのかな、だって3つついてるし、カメラカメラだって、カメラ、あれアリの好きなカメラアプリが消えたぞ、それはなぜですか、なぜでしょう、なぜ本当になぜ、あった、アプリをアンインストールか、アプリのデータリセット、え、どうやってすんの、アプリのアンインストールって、どうやってやるん、What? 難しい、設定、設定からの、ね、What なんだけど本当に、Why? アプリをタッチして画面外に出してみて、はい出した、これ消去じゃない、でもいっか、もう消去するよ、じゃあしてみた、一回して、でもう一回アップルショップから買えばいいんだよね、なるほど、これやってみます、こんにちは、あ、それがアンインストールっていうのね、なるほど、ありがとうございます、寒い、冷房ついてるからだ、なんかアリの部屋だけ冷房つけなかったらマジで暑いんだよね、他の部屋は普通なんですけど、なんか空気がめっちゃ悪くて、あとそう
あ、できたできた。ねえ、めっちゃ気持ち悪い顔してる。冷房、そう、いつも冷房ついてるんですけど。なるほどね、こういう感じですか。冷房じゃなくてエアコン。エアコンと冷房って一緒じゃない？エアコンの中に冷房機能があるんじゃないの？わけわかめ。僕はわけわかめ。なんか漏れませんね。今何歳？ 18 歳です。18歳に見えないですか？何歳に見えますか？ 18 歳に見えますか？そうだけど、この時期に冷房って変でしょ。それはそう。だが、アリの部屋はものすごく暑いのです、なぜか。他の部屋は暑くないんですけど。なんか漏れませんね。まあいいや、とりあえず写真を後で撮ります。手撮りだけど、たどりはちょっと他の人がいないとたどりはできないので、たどりではないんですけど、手撮りは送らせていただきますので、楽しみに待っていてください。いや、ノーマルカメラはねきついですよ。きついものがある。すごくすごくすごく、なんかさ、めっちゃキラキラしてない？今日みんなの場面は撮ってますか？撮ってください。撮ってください。楽しんで、ちょっと撮ってくださいね、みんな、よろしく。今日キラキラなの。今日はピンクメイクです。本日はピンクメイクです。常にキラキラして見えてるって。やったん。何それ、ほう調べる。ちょっと待って、気になる。何それ、何が漏れるの。ねえ、おすすめのさ、カメラアプリ教えてくれない？誰か。やばい、コメント流れちゃう。ねえ、何それ。流れた、流れた、流れた。調べる。あ、ビューティープラスの話か。ビューティープラスさんね、漏れんのかな。ちょっと撮るね。って感じですね。
なんかさ、あ、待って、アップデートされちゃったかも。あ、愛の好きなのがない。待って、ショック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 、超絶ショックなことが今起こった。愛の大好きなカメラアプリがアップデートされてしまった件について。ねえ、ショックなんですか。ピエン、ピエン超えたパオン。いや、漏れると漏れないのはねあるよ本当に。だって色が全然違うもん、まずフィルターの色が。なんかわかるかな、ちょっと待って見せる。全然ね違うんですよ。これはちょっと待って、なんか見えちゃいけないものあるかな、ないかな。これはねスノーで、いやちょっと見せるのやめるわ、なんかちょっとやめとく。スクショタイムします。じゃあ皆さんスクショタイムをしたいと思うので、急に始まる、急に始まる、トッツツのスクショタイム、イエーイ。ではスクショタイムを始めていきたいと思います。それでは好きなポーズをぜひ皆さん書いてください。やばい、今日ね声がやばいの。明日は公演なのに、歌わないといけないのに。なんかこのここの画面でできる範囲内なので、ね、したとさあしたいと思います。困り顔で、困り顔ん、困り顔わかんない、困り顔。人差し指立てて口に、こういうやつですね。はい、あの片手でしかできないんですけど、服顔、わかりません。ひよこ口って何？あ、うん？ないですね、そんなに。ちょっと適当にやりますね。何の一番好きな、やばい、ポーズはこれです。これキラーン、キラーンです。キラーン、キラーンが一番ポーズっぽいので、みんな使ってみてください。あとはなんで、そのアヒル、アヒル、アヒル言われてるの。アヒルとはドヤ顔、ドヤ。シナモン、片耳、片耳シナモン、指ハート、キュンキュンキュン、力
差し皆さん取らせておいてなんですが、でもちょっと多分漏れないので今日の顔はちょっとみんなの心の中のフォルダーに秘めといてほしいなと。思います。まあ別にいいけど、あ、いいよ別に載せてもいいんだけど、そんな変なのとかはやめてね。変な写真うん、よろしくお願いします。過去でもできます、よろしくよろしく、それはよろしくお願いします。ぜひ可愛くしてください。お腹すいたな。今日のみんなの夜ご飯は何ですか。目が幼い、嘘。よし、パスタいいね。焼肉多いね。ちょっとね、もう配信終わろうかな、急なんですけど。ちょっとね、喉がガラガラするのでうがいしてきます。皆さん、唐突のゲリラバ…あ、噛んじゃった。ゲリラライブ、ゲリラ配信ありがとうございました。明日は2回公演なのでぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。思います。そう、今週めちゃめちゃ公演出るんですよ私。だからそう、たくさんね見てもらえると思うんですけど。あ、て、ん？うん、17もね多分出る。あ、17出ない、17は出ない。あ、じゃあ終わりじゃない？あり、この公演ラッシュ明日で。今のところ今月4回、だからそう2回公演合わせて4回出てるから、そうめっちゃたくさん出させていただいたんですけど、そうそう、だから見てくださいぜひ。はい、ということでまた会いましょうあ、告知することあったっけ、なんかないな、その公演ぐらい。あ、あとティーンズユニットぐらいかな。ティーンズユニットは2月2日から多分応募、投票か、投票ができるので、そう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 、ぜひセブンネット版をね皆さん「こよちフラグ」買ってください。はい、で投票してください、よろしくお願いします。あとはあれですね、手形会はとりあえず申し込みが終わってしまったので、多分二次販売もあると思うので、その時はまた告知させていただきますので、ぜひ把握よろしくお願いします。はい、ということで今日も来てくださってありがとうございました。明日も頑張っていきましょう。バイバーイ、さよなら、またね。あ、もばめ送るね。バイバイ。